吉本店のおみよです。身長は153センチ、骨格はウェーブです。インスタグラムやスタイリングもやってるので、ぜひチェックしてみてください。YouTube 初めてで緊張してますが、頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは早速、設定金額とスタイリングテーマを決めていきたいと思います。まずは金額からですね。じゃん。金額は1万5000円です。続いてスタイリングテーマを引いていきます。じゃん。運動の秋、かわいいかっこいいカジュアルコーデに決まりました。1万5000円でこちらのテーマでスタイリング組んでいきたいと思います。かわいいかっこいいコーデなので、こういったスタジャンもかっこいいんですけど、可愛い要素も取り入れつつ、ウィルソンだと可愛くもかっこよくもなるので、これにしようかな。ちょっとこれ中心で考えていきたいなと思います。運動の秋、スポーツのコーデいいですか。かわいいカジュアルコーデ決まりました。それでは早速こちらに着替えていきたいと思います。今回私はこちらのコーデにしました。かわいいかけるかっこいいコーデということで、トップスにはかっこいいベルト、ボトムスにはかわいらしいミニスカートを合わせました。こちらのブルゾンはショート丈になってるんですけど、絞ることもできて、さらにハイウエストに見せてくれる効果もあります。こちらにレースもあしらわれてるので、可愛らしさもプラスされたブルゾンになっております。こちらのスカートはオリジナルブローチが目を引くデザインで、ハイウエストにこちらも見せてくれつつ、広がりが綺麗なスカートになっております。こちらの黒コーデ、可愛い丈、かっこいいコーデ、こちらでコーデ組ませていただきました。今回 YouTube 撮らせていただいて、とても緊張したんですけど、普段やらないような金額設定とかテーマに基づいたスタイリングとか、そういったものをさせていただいて、とても楽しかったです。とても勉強になりました。アリア橋本店はですね、神奈川県内で一番広い店舗になってまして、ここでしか取り扱ってないパープルレーベルとか、こういったものも取り揃えてるので、ぜひいらしてみてください。私もアリア橋本店で働いておりますので、ぜひ会いに来てください。ありがとうございました。身長は150センチ、骨格はウェーブだと思います。最近インスタを始めたので、ぜひ皆さんフォローお願いします。まずはテーマから決めていきます。これに決めた。はい。文学少女風コーデに決まりました。次は金額を決めていきます。1万5000円以内に決まりました。読書の秋、文学少女風コーデで1万5000円以内。早速コーデを組んでいくぞ。それではコーデを組んでいくぞ。
腕にリボンがあしらわれているカーディガンを合わせました。丈感も少し長めなのでお尻の方隠れるくらいになっています。すごいもちもちした肌触りになっているので、これからの時期寒い日続いてきますよね。その時にぴったりの香りになっています。トムスにはタータンチェックのスカートを選ばさせていただきました。裾に向かって程よく広がりがあり、裾にはフリンジがあって足元までおしゃれになっております。ここについているチェーンは取り外し可能なので、その日の気分によってアクセントをつけたりなくしたり楽しむことができます。帽子にはウールフェルト素材のベレー帽を使いました。温かみのある帽子になっていて、色をキャメルにしたことでより読書の秋を想像させてくれるような帽子になっています。それでは全身いくらになったでしょうか。税込み14,850円になりました。無事15,000円以内に収めることができました。私自身 YouTube が初めてでとても緊張していましたが、撮影はすごく楽しく進めていくことができました。イオンモール高岡店ではタクシーズファムのレーベルに加えてヒップアップルレーベルもご用意しております。ぜひイオンモール高岡店に遊びに来て一緒に楽しみませんか。イオンモール高岡店でお待ちしております。イオンモール八幡東店のあっちゃんと申します。よろしくお願いします。アクシーズファムのカラーアドバイザーをさせていただいております。今日は緊張しますけど頑張ります。はい、ではくじ引きしていきます。価格とコーデテーマこの中に入ってます。2万円でいっぱいコーデ組めそうですね。お友達と行く買い物コーデです。2万円でお友達と行くお買い物コーデ組んでいきます。はい、じゃあ今からコーデ組んでいきます。お友達とお買い物コーデっていうことだったので、やっぱ動きやすくて可愛いものがいいかなって思ってます。今セットアップとかもすごく流行ってるかなと思うので、こういうセットアップおすすめです。あとは中に入れるインナーも今からの時期だったらちょっと買う方がいいかなと思うので、ニットがおすすめなんですけど、色迷うところですね。どうしようかな、おすすめなのが季節の変わり目ですので、こういうコートも一つあるといいかなと思います。5500円でショート丈で使っていただけるので絶対大活躍してくれると思います。このコートも捨てがたいな。はい、じゃあこんな感じで組んだコーデを着てもらいました。はい、めっちゃ可愛いです。ブルベ冬さんっていうことだったので、胸元の美中がクリアなものを選びました。白黒のモノトーンコーデでブルベフューさんらしさもしっかり演出しています。ビスチェとスカートのゴールドの金具とコートの金具もポイントです。YouTube に出てみてめちゃくちゃ緊張しました。あんまりやっぱこういう機会ってないのですごい緊張しました。でもやっぱりコーデを組むのって楽しかったりとか、お客様のワクワクっていうのに寄り添えると思っているので、このコーデを組むのはすごく楽しかったです。八幡東店は福岡県にあるお店です。10月にリニューアルをしまして、今までのアクシーズファム、アクシーズファムポエティック、アクシーズ X、K、
キッズ、プチレディに加え、パープルレーベルが仲間入りしました。いろんなアイテムがありますので、皆様のクローゼットになれるべくお気軽に立ち寄っていただけると嬉しいです。スタッフ一同お待ちしております。